こんにちは。京都女性漢方相談の松宮局管理薬剤師目垣まゆみです。今回は女性のための優しい漢方薬教室24です。花冷えは薄着びえのお話と体を穏やかに温める伝統症薬6条についてのご紹介です。日差しが眩しく春めいてくると気温は相変わらずでも厚手のコードがやぽったく感じられ、春らしい装いが気になりだします。 しかし、ここで早めに薄着になるかどうかの決断が春の体調を左右します。花粉症も薄着で冷えると悪化しやすくなります。花冷えには真冬とは異なる服装調整の難しさがあります。寒さを我慢し続けるほどの薄着は体にとってストレスです。リラックスを妨げイライラの一因にもなります。花冷えは花粉症、インフルエンザ、めまいなど 頭に熱がこもるような症状を助長します。やむを得ない薄着で花冷えが気になる時も6条です。6条というのは動物生薬で、漢字は6は鹿、上は椎茸の竹、若い鹿の角という意味なのですが、そういった漢字を使います。味は缶。 甘いという漢字です。火を養ったり、需要競争などです。もう一つの缶、辛いという漢字を使います。人を養う、硬いものを柔らかくするなどです。性質はオン、温かいという漢字を使います。体を穏やかに温めます。今日はこれで終わります。 松宮局のチャンネルでは、とっても簡単、わかりやすい漢方薬のお話や、お役に立つ健康情報などをお伝えしています。よかったら、いいねボタン、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。動画右下の逆三角形のボタンを押してみてください。松宮局のホームページのリンクや、私が日々書いているブログも紹介しています。ご相談、お問い合わせもお待ちしています。ありがとうございました。